はい。うわっ、無理やって。ありがとうございます。On this night, this silent night, this holy night, we'll be together on this Christmas night. So take my hand and hold it tight. We'll pray for peace on this Christmas night. やった！ただいま。来てしまったんだよね。さあ行くぞ。開けます。なんかインスタとかで声あった方がいい、ない方がいいって聞いてみたんですけど、開かない。声がある方が好きですっていうお優しいコメントがいただいたので、私は自分の声とこのキモオタク口調が非常にちょっとコンプレックスなところがあったんですが、嬉しいので今後喋る機会が多くなるかと思います。よろしく頼むぞ。キモいなって思ったらその時は許してください。あー最高、ありがとう。あー感謝。ちょっとまだね、怖くてタブレットの表面が見れてない。いや知ってんのよ、知ってんの。画像で100億回見たから分かって。うわアクスタだ、はい、ありがたい。おめでとうございます。ありがとう。はい。うわ無理やって、ありがとう。開けます。覚悟を決めましょう。手汗がさ止まんないんだよね。本当キモいオタクのキモい汗の話とかしてごめん。ね、このさビビってんのの顔さ、めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ可愛いよね。もう来年のプリキュアはこれでいい。うら開いたぜ。柔軟剤。なんかめっちゃ人多かったから爆速で匂い嗅いでホワイトティーでっつってホワイトティーにしてきました。ボディミルク、こっちはホワイトリリーです。ユリーのこいつを使ってるんだけど、ちょっともう終わりかけなのと
2種類ぐらい置いときたいなっていう香りの種類がね。っていうことで君もスタメン入りだぜ。あと大学バレーの全日本インカレのチケット争奪戦買ったんでちゃんと引き換えてきましたよ。もうやることめちゃくちゃあるのにバレーボールしか見てない。こんな初では。ニナスの紅茶初めて買った。めっちゃかわいい。こっちがアッサムで、なんて書いてある？バニラとキャラメルの甘い香りのフレーバーティー。これを飲んでみます。でしょ、オーナメントなんだよね。うちはクリスマスツリーがないのでそのまま置きます。家にクリスマスツリーだったら最高だけど、あれはなんか飾るというよりしまう方が難しい。じゃーん、クリスマスツリー。12月24日が五条さんと下藤さんの命日になっちゃったから、今年はクリスマスというよりも今までありがとう会みたいなのをやりたい。Call you every night, I say that I'm
テーブルクロスとランチョンマットは両方ともザラホームで買いました。なんかツリーが多分ね、緑とか白の方が可愛いんですけど、五条悟っぽい色合いだなって思ったんで絶対に青です。ラップかかったままじゃない？これはどういうことかっていうと、つまりこういうことなんですけど、推し2人の概念ネイルです。まあ、ちょっとそれは置いといて、ここの買ったことなかったんだけど、インスタの広告見てめっちゃ可愛いなと思って注文しました。かわいい。お店の名前が入ってんの。ガールズファイトクラブ。いい感じ。ちょっと斜めになってんのがかわいいね。かわいい。イメージ通りや。これも調整できる。見て、全部ハートなんだ。かわいいね。やった！で買うとさ、シールとかが可愛くて、ただのガムテープじゃない。素敵。開封します。さあ、行くぞ。可愛い。
昭和の喫茶店のなんかアイスコーヒーとかフロートとか出すのってこういうのだよねっていう。広田ガラス昭和モダンコーヒー、かーかわいい、やばい、最高だね。何入れてもいいよ、めっちゃかわいい。昭和モダンコーヒーのソウグラス、昔本当に使ってたんだって。見て、やばいよ、かわいすぎる。おやつとかフルーツとかヨーグルトとか何でも乗せられるね。アクセサリー入れてもいいかも。なんかパンパンになってきたらこれ使ってもいいかもね。This teasing's gonna have to stop. I'm into pleasing your time. I don't buy. Don't think of leaving. This party ain't gonna stop. You got me dreaming of your kiss and touch. Can't deny the soul. In your eyes, I see that glow. Hear it in your tone. In your body, let it show. She just wants the soul.みんなとあと姉の家族とクリスマスパーティーをやってきた帰りです。全然今日は
25日は月曜日なので私はこれから働きます。その前にちょっと時間があるのでみんなからもらったプレゼント開封します。やった、わー、コーヒー糖なのがバレてるからめっちゃコーヒーもらって嬉しい。これはうちの親からで、これが姉の旦那さんの親から、なんかイギリス人だからフォートナム&メイソンのお土産をくれました。かわいい、かわいいよ。なんかロンドンのさ、フォートナム&メイソンデパートみたいになっててさ、お茶とお菓子以外にも小物とか雑貨とかいろいろ売ってて可愛いよね。ナッツショートブレッド、マカダミアナッツショートブレッド、絶対美味しい。あざーす。これは姉の夫からもらったのかな。お茶だ、開けちゃおう。あ、最高。え、最高、持ってないやつ。マリアージュフレールのクリスマス限定のお茶です。これこれ、クリスマスケーキのお茶と多分同じシリーズのだよね。さすがお姉ちゃん、私が持ってないやつくれた、嬉しい。これシルバニアファミリー人生で初めて買ったんだけど、可愛くない？あ、セーフ。なんか似てるなと思って、オタクすぐ白と黒のもの見たら五条さんとゲットさんだって思う病気だから。可愛いね。これは私から私へのクリスマスプレゼントです。人生初のシルバニア。いや、もう子供たちのね、贈り物を選んでる時に目が合っちゃって、これ姉がこれでダイエットに成功したらしい。私もサラダランチボックスを使おうと思う。会社さ、なんか仕事深夜までかかるからさ、すっごいなんか変な時間にご飯食べてて良くないなって思ってたから、こういうのもらえると助かるかも。で、あとこれは私に100年渡しそびれてたマカオのお土産だそうで、なんか会うたびにめっちゃ可愛いマグカップがあるんだけど今日も持ってくるの忘れたって言われて、うわ可愛い、すごい、素敵素敵素敵。柄がマカオだ。可愛い。てかさ、あのもうこれ呪術廻戦のジャンプ本誌のネタバレでしかないんだけど、クリスマスイブの12月24日ってこの2人の命日なんですね。多分あのオタクじゃない人間はそんなことを気にせずに読んでると思うんだけど、2人とも雪が降るクリスマスイブの日に亡くなったんですよ。なのでもうクリスマスイブじゃないんですよね、推しの命日だった。24日はマジで何もしてない、一日ベッドでダラ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 してて、あの推しについて思いを馳せて座禅してました。こんなはずでは。まあそんなハッピークリスマスということでね、2人ともね236話で再会したんで、まあ、それにちなんで23日の2人の命日の前日に香水を作ってきた。見て、めっちゃ素敵じゃない？なんかね、このキャップの色とね、タッセルの色を選べるんですよ。で、私はシルバーとライトグレーにした。なんか香水は、中の香りを何種類って言ったかな？もうかなり膨大な種類の香りから選べて、調香師の方が荒選びしてくれて、で、そこからアドバイスを受けながら、自分のイメージの香水に近づけていくっていうことができて、で、サトルとスグルのオタクの人は多分ピンとくると思うんですけど、名前を香水自分でつけられるんですけど、これは二人の人生を勝手にイメージして、勝手に私が心臓に刻むために作った香水なので、ワン&オンリーという名前にしました。
いや、おたかつしてる時が一番楽しい。おたかつしてる時が一番楽しいです。これやってる時マジで脳みそから変な汁出てた。めっちゃ楽しかった。ここがキャップになってて、ストッパー、ストッパーになってて、あー香りまで伝えられないのがもったいないぜ。なんか落ち着いたお寺の香りみたいなベースにしたくて、でもムスクとかウッド系が入りすぎると私頭痛くなっちゃうから、全然頭痛くなんない配合がいいですって言ったら、爽やかなのを付け加える香りに集めてくれて、結構シトラスな感じから始まって最後はちょっとサンダルウッドな感じに落ち着く素敵な香水ですよ。ということで2023年もお疲れ様でした。ハッピークリスマスでした。また来年も Vlog よろしくお願いします。じゃあねー。